はい、皆さんこんばんは、高幸です。今日も旭川の事件についてお話ししていきたいと思います。本日はですね、先日行われた旭川市第三者委員会の記者会見の件です。あの会見を皆さんご覧になりましたでしょうか。あの第三者委員会はご遺族側とですね、真っ向からね、対立するような姿勢を見せておりました。まあ、寄り添っているとは言ってはいるものの、やっていることが全く矛盾しているんですよね。そのね、まあ、気になる記事を紹介していきたいと思います。まずこちらなんですけども、最終報告書では朝芽さんの死を自殺とした上で、背景にいじめや学校での不適応、学業での挫折などを指摘、それらがどの程度の割合で関与したかについては不明としました。不明とした理由については第三者委員会は会見で遺族側と担当医との面談や死亡するまでの通院記録の提供を求めたが、十分な提供を得られず踏み込んだ判断ができなかったと説明しました。一方、遺族側はいじめを受けた後の病状の詳細や経過など PTSD の確定診断など判断に十分な資料を提供していると強く反発。相当因果関係は断定できないという見解に対しても、相当因果関係について確定的な判断ができるのは裁判所だけであると抗議しました。もはや修復は不可能と言えるまでに広がった遺族側と第三者委員会の溝ということで、北海道新聞さんの記事ではないかなと思うんですけども、このように書かれておりました。まずですね、まあ、警察がね、失踪後の亡くなったことについて、まあ、自殺とも他殺ともね、事故とも公表していないにもかかわらず、なんで第三者委員会が自殺と断定をした上で話をしているのか、そこも問題だと思います。でこの中で、いじめや学校での不適応、学業での挫折などを指摘って書いてあるんですけど、これ学校が早く止められれば、朝芽さんは学業で挫折することがなかったはずなんですよね。だって学年で5番を取っているじゃないですか。しかもあんな成績優秀な子がなんで学業で挫折したか、それはいじめをね、早期に発見することができなかったからでしょう。いじめがあるって聞いていても対応しなかったからでしょう。そして、もう一つ気になる記事があります。旭川市は今後11月にも弁護士や精神科医などで構成する調査委員会を新たに立ち上げます。再調査をする際にはすでに第三者委員会が集めた資料をもとに再検証するということですが、再発防止につながる検証の成果が求められますということで、これね、私の仲間がね、線を引っ張ってくれているんですけども、これすでに第三者委員会が集めた資料をもとに再検証するのも当然なんですが、この資料を完全に信用してはダメですし、新たな別の調査をしなければ全く見えてきませんよ、この事件は。もしね、第三者委員会が新たにできて、調査すべきところが分からなかったら、今津市長、私に聞いてきてください。はっきりと教えます。今までのね、第三者委員会が集めてきた資料をもとに再検証をしてはダメです。はい、ということでですね、第三者委員会のね、会見が終わった後ですね、まあ、各報道の気になる記事をですね、今日はご紹介させていただきました。今津市長はですね、これから新しい第三者委員会を発足し、大変かとは思うんですけども、今度のね、第三者委員会は失敗するわけにはいきませんから、本当にね、調査方法も捜査方法も変えてですね、警察と連携し、この事件の闇をね、明らかにしなければ、ご遺族の納得のいく結果は得られないでしょう。またですね、この新しい第三者委員会の動きについては随時忠告の方などをしていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあね。
そうか、ごめんね。隣になった事件ってご存知ですか？